Today's Eye です。浪曲というと名前は知っていても実際に聞いたことがあるという方は少ないのではないでしょうか。浪曲とは明治時代に始まった歌と語りによる演芸で、なにわ節とも呼ばれています。先日ニューヨークで行われたその浪曲の公演を取材しました。私の名前は恵子です。浪曲師春野恵子さん、日本テレビのすすぬ電波少年でお笑い芸人坂本ちゃんに受験勉強を指導する恵子先生として人気を博しました。女優そしてタレントとして活躍していた恵子さんが浪曲の世界に飛び込んだのは11年前。そして今月5日ニューヨークで夢だった海外初公演を行いました。春野恵子さんの公演が行われるのはマンハッタンのど真ん中、5番街のすぐ近くのホールです。いらっしゃい。恵子さん、こんにちは。今日はおめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実は今日のテーマは恵子先生に浪曲のいろはを教えてもらう。これがあれですね。はい、これが浪曲師の、まあ、いわばあのお相撲さんの化粧回しのようなもので、あのテーブル掛けっていう名前なんですけど、すごいモダンな名前ですね。伝統芸能なのテーブル掛けですか。通常こういう形でマイクを。そうですね。で、立ちで。はい、そうですね。立ってするんです。30分ぐらいです。長いものだと 4,50 分あるものももちろんありますよね。あの本は、いや特にそういったものは見てはいけないですね。はい、見ないですね。はい、全部頭入ってるんですか。そうですね。今日出てこなくて止まったらどうして。今までにも何回かもう本当に真っ白になって何も出てこなくなったことがあります。今は何がってこう伸ばしながら、あれ次思い出さないからどうしようかなってこう伸ばしながら考えてこの言葉にしておこうみたいな、こうそういうことが少しずつできるようになってきましたけど。お客さん本持ってるわけじゃないですし、ね、まあそうですね。というわけで恐れ多くも浪曲一日入門。浪曲のお稽古をする際には1声2節3短歌と申しまして、その順番にこう、まあ、お稽古というか、まあ、重要性ですかね。浪曲は節と短歌により構成されています。節とはメロディーに乗せて歌う部分。短歌とは語りにより登場人物を演じる部分のことです。名さんが、そうかい。よし、決めた。浪曲の節は七五調でできております。何が何して何とやらというフレーズで、あの稽古をしますけれども、それでは今から葉月さんの三味線の音をよく聞いて、いきなりその音程で何が何して何とやらと言ってみるという、はい、それをちょっとやってみたいと思いますが、はい、大丈夫ですよね。お手本ないんですか。ないです。それヒント出しちゃったらね。ヒントは出さずに何が何して何とやら。はい、大丈夫です。はい、音程ちゃんと取れてます。大丈夫です。はい、では次じゃあ中間の音いってみましょうか。え、中間なんてあるんですか。はい、オツとパンじゃなかったんですか。間に真ん中に中間っていうのがあります。はい、はいはい、ではこの音程でいってみましょう。さっきと音一緒でしょ。え、違います。3、はい。何が何してなんとやら。陥りがちなミスを。え、次上がってる。この音に上がってるんですけど、まあ、和音になってるので、やっぱり一度体に残った音が出てしまって、この音になっても何が何してって出てしまうんですね。でも今何が何してこの音程に上がりました。はい、では感の音を言ってみたいと思います。三、はい。何が何してなんとやら。そうですね。苦しい。そうですね。やっぱりあの
管は高い音に行くとどうしても女性は裏に返してしまうんですよね、はいはい、で今とても綺麗な声を出して可愛い声を出してくださいましたけれども可愛いから突っ込んでくださいよ続けさせていただきますお願いします先生、はい、もう浪曲の場合は裏に返さずに表の声で行くんですね何が何してとかではなくて何が何して身の詰まった表の声を出しますじゃあこれをちょっと一生懸命やってみましょうはい3はい何が何してなんとやら苦しいそうですね苦しい、はい短歌もちょっと体験していただきたいと思いますが短歌というのは短歌というのはセリフだったり語りだったりの部分を総称して短歌と言います落語や講談でも使う手法ですが紙下を振って人物を演じ分けていきます落語や講談と違うのが声色を使うということで、はい、なんじゃなんじゃこんなところでむしろをかぶって寝ておるえい邪魔なのぶせりめ蹴飛ばして行き過ぎようとするむくむくっと起き上がってのぶしの大将が持っていた槍の柄を待て何者だ人の頭を足毛にして黙って行き過ぎるとは何事だ名を名乗って謝って通れこんな風にありがとうございますなんじゃなん、なんじゃなんじゃ、うん、こんなところでむしろをかぶって寝ておるそうですねもう荒々しいひげを生やした人になったような気持ちでなんじゃなんじゃこのぐらいこうちょっとたけだけしい声をなんじゃなんじゃこんなところでむしろをかぶって寝ておる素晴らしい、はい、ちょっとなんかその気になってきましたねでも本当に浪曲はいろんな要素を使って一つの物語を語るので習得してできるようにならなくてはいけない要素がとってもたくさんあるんですよねそこがこう難しいところでもありでも楽しいところでもあるかなと思いますありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございましたそしていよいよ開演会場にはニューヨーカーたちが数多く詰めかけ満員御礼今回は両国夫婦花火を英語の字幕付きで公演今日は黙ってお引き取りいただきやしょちょっと待っておくんなさいおよし店のことに口出しはならねえお父っつぁんお父っつぁんは我が子の顔を見忘れでございますか、 いいんですかまた日本語がわからない人にも楽しめるよう番長皿屋敷を英語で披露しました It was interesting the interplay of the music and the words at the same time. From another culture, it's, you know, an amazing experience to hear such a combination of voice, music, sound, and just a beautiful, beautiful story and performance, of course. ありがとうございました。一言、どうだった？いやー、そうですね、思ったより緊張しないで楽しめたんですけど、なんか頭がふわってなってるので、ちゃんとお伝えしたかったことを忘れてることもあるかもしれないんですが、まずこれが第一歩なので、まずここからのスタートで、また一歩一歩舞台の経験を海外でも積んでいって、経験を積んで、よりいい舞台をできるようになっていきたいなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。終演後、恵子さんはお客さんたちと楽しそうに交流していました。11年の修行を経て確かな実力をつけた恵子先生は、国境を越え、浪曲界に新たな風を巻き起こすたくましい浪曲師へと変貌していました。恵子先生、浪曲の楽しさと奥深さを教えてくださってありがとうございました。恵子さんによれば浪曲は一人ミュージカルまさに古くて新しいエンターテインメントだなと実感しました恵子さんはタレントとしての活動に悩んでいた時期にニューヨークに渡りその後浪曲の世界に飛び込みましたその辺のお話も伺ったんですが今日は時間の都合で放送できませんでした
なので、インタビューの部分をインターネットで配信します。番組ホームページからご覧ください。